どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回はお知らせです。はい、こちら。はい、こちら。これは今ただいま絶賛開催中のガズのわがままウクレレ、こちらのクラウドファンディングレディフォーというサイトで、大好評というか、もうまさかの当日、開始当日にあの目標額達成という快挙を成し遂げたんですけど、まだやっておるというかですね、明日までです。はい、今日がいわゆる最終日、明日が最終日っていうのかな、あと1日でございます。でですね、本当にこれはもう申し上げたい、皆さんありがとうございます。多大なご支援をいただきましてね、もう本当に、今ほあのね、8月に届けようと、ベトナムとこっちでもいろんなやり取りして進めております。今回は本当多大なご支援をいただきましてありがとうございます。はい、とはいえですね、まだまだ今日と明日ありますんで、ちょっとまだ知らないなという方、ガズレレ .com ホームページの一番トップのところに、ちょっとそのリンクがかかってますんで、じゃあこの、ガズレレ .com で見に行ってください。これはいろんなことをそこで書いてあるんですけど、もうねページ見ていただくと分かるんですけど、ほとんど売り切れなんですよ。もう本当申し訳ないというか、まあ感謝でいっぱいなんですけど、なんだですけど、まだ、購入可能なものがいくつか残っておりまして、なんとこのガズさんとね、マンツーマンレッスンです。2時間、どんなことでも何でも私が質問に答え、もう皆さんのねその 2時間で困ったことやなんかいろんな、もう本当何でも、もう人生相談でもいいですよ。はい、ウクレレのことも、いろんなこと話して、マンツーマンレッスンとこのソプラノウクレレがセットになった返礼品が残っていたり、あとそれとですね、この辺のこのウクレレをですね、こうセミオーダーで作る、日本でこのいろんなオーダーをして、このここの木はこの木がいいな、あの木がいいなとか、そんなことを選んで、そのモジャ川上君と私と相談することもできるし、そういうプランとか、あと私と一緒にベトナムに行ってそのセミオーダーウクレレをオーダーして、向こうで、そのベトナムで、観光したり、そのジャカジャカ会やったり、向こうでマンツーマンレッスンしたり、ベトナムにガズさんと一緒に行こうプランとか、ちょっと残ってるものもあります。ぜひご検討を最後に、していただきたいと思います。はい、で、まあ、クラウドファンディングが終わった後の流れですけれども、クラウドファンディング購入された方のイベントを、お茶の水の立東ベースというところで開催、ガズのミニライブもあります。随時皆様に発送していくという流れですけど、通常販売についてなんですけど、そのクラウドファンディングでものすごい増量したんで、いついつってまだ明言はできないんですけど、今年の末か来年頭には、通常販売に持っていけると思うんですけど、もうそのもうかなり向こうではもうてんてこまいな状態ですからね、スタッフなどを増やしたりして対応しておりますので、もうちょっとその、いついつっていうのを情報をお待ちください。そういうことで、今日お伝えしたいのは本日と明日で、ガズのわがままくれクラウドファンディング終了いたしますというご報告でございました。どうもありがとうございます。皆さんくれれで楽しく音楽やりましょう。ありがとうございます。さよなら、バイバイ。